人だけ来る？いや、あのご飯食べたいからいいよ。バイバイ。ゆいなでした。やばい、前髪全米が泣いた。泣いたね、うん、いや感動したね。あれは泣くな、うん、泣きそうになったもん、うん、確かにめっちゃ楽しかった、うん、楽しかった、最高、めっちゃ早く感じた、ほんまに、うん、え、ほんまに、うん、あっという間ハゲたな、うん、なんかもうアンコールなんかってなって、うん、そっからも早いし、ほんまに食べ方だけじゃなくてごめん。でも実際にほんまによくいる3人なんで、そうなのよ、うん、実はな、うん、そうや、なんか公にほんましてない、うん、どういう関係、公にしてないねんけど、お話し会の休憩中とか、お泊りしたりとか、うん、焼肉行ったりとか、うん、ガチでこの3人でいることが多い、うん、そう、うん、大好きな仲間たち、うん、N の一面愛人に憧れて、うん、入って読みました。ほらほら憧れてるので、ちょっと、うん、実はね、はい、実はやりたかったな、はい、あのみんな言わんとって一面愛人してたとか言わんとって。絶対今あるやろ、うん、やめてな、恥ずかしいから、うん、非公式一面って書かれる。おもろい、黒髪はるちゃんして、それみんなね黒髪にして、うん、そやで、はるちゃん真っ黒、そうよ、はるちゃんが一番黒、うん、もうなんかブルーブラックにして真っ黒になった、うん、ね、一番って言ってた原さんも、うん、ちゃんと真っ黒くしてみんな可愛い、ちゃんと似合ってるし、え、めっちゃ彼似合ってる、うんうん、可愛い、お姉さん、うんうん、めっちゃお姉さんって感じ、大人っぽくなる、うん、そう、全曲やったんですよ私たち、夢逃げ、そうやったよ、そう、なんか曲ハブるんじゃないかとか、うん、思ってたかもしれないけど、ハブりません、そりゃあね、うん、1曲もかけたら夢逃げじゃないからね、そうよ、そんなもう夢は逃げない公演なんて言っちゃダメ、そう、ガードがだから入ってきた時にさ、うん、また最前のなんかちょっと見る、うんうんうん、えみたいな、ってて、あ、ユニットセンと思ったんだ、あ、そう、なるほどな、確かにね、オープニングフルで、ね、でちゃんとバードやったから、みたいな言っててね、おーって思って、そう、レイコちゃんはね、レイコちゃんとミラコは2個出たからね、しんどかった2個出たの、休憩ないからね、あの着替えが忙しすぎて、しかもさ、モコモコやからさ、うん、チャックがさ、ちょっとさ、全然上がらなくて、あ、みたいな、さすがよ、クッションは、うん、ほんまにエモかったね、うん、うまかった、でもやっぱなんか懐かしさ感じつつ、うん、ちゃんと成長も感じた、うん、みんなの、うん、ほんまに、めっちゃな、うん、それぞれの、いや、はるかの、うん、あの嘘天はほんま、はるかやわ、うん、どんな声出てんのってくらい声でかかったから、はるちゃん嘘やん、すんごい声でかかったね、いやでも、うん、やっぱ気合い入るな、うん、なんか嘘天が一番でかかったもん、うん、マジ、うん、声、うっそ、なんか一番、うん、気合い入れて、マジで、やっぱ気合い入っちゃうんですね、うん、でもいっちゃん好きな曲かも、うん、夢逃げの中で、そういう景色を、嘘天とスレイブめっちゃ好きで、うん、ナイフでフレーブ、あの流れ最強に好きで、うん、そうね、シンシンはね、今日の初嘘天で、あ、そうや、人生初嘘天、嘘天、嘘天、これのこの嘘天だった、嘘天の言葉が来ました、ありがとうございます、この1回だけのために振り入れしてくれました、シンシン、だからシンシンだけちょっと振り違う、そうそう、なんかみんなで勝手に合わせてて、あの昔な、あ、そうそう、昔のね、合わせた期間見てないからなんか勝手に合わせられてて、今日もリハな、リハな、え、そうそうそう、なお、ちょっと違うやめてよ、うわぁ、初めておもろい、初やからね、な、それもね、なんかおもろい、いろんな情報を、そうよ、まず、みんなセンター曲があります、そうなんです、はい、お先生は何ですか、オネストマンです、はい、はるかは、私はウソテンです、はい、私はスレーブです、はい、これは、はい、あの全てレイコちゃんがね考えてくれました、はいはい、まあでもはるかもよ、そうね、まあ、一緒に考えたけど、やっぱね、あの
ファン目線がやっぱれいこちゃん入るし、それプロデュース系うまいからの知ってるから、一回相談したよね。そう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 。ほんでセンターのメンバーが立ち位置と歌割りを全部決めて、そう、はい、作ったんですよ、うん、だからほんまにみんなで作ったよな。え、そうそうそう、みんなで作り上げた。そうなんです。大変やったと思うけど、うん、みんなそれぞれに、でもちゃんとやってくれて、うん、リハもちゃんと集まって、うん、でも ね全員集まれたのはほんまに1回しかなかったけど、でもようできちゃう。いやほんまに、うん、やっぱ通じ合ってたね、さすが。なんか当時合わせてたとことかもやっぱなんとなく覚えてるもんな、うん、ほんまに。そう、素晴らしい、ね、すごいでしょ。斜めじゃなかったえ、斜めじゃなかったみたいな思い出してさ、あ、覚えてるなって。そうそうそう。一番苦労した点か、どこやろな。苦労した点何やろ。いっぱいあってみんな楽しくなりすぎて、うん、なんていうんやろ、切り替え、うん、リハの時のね、うん、切り替えがなかなかできなかった楽しすぎて僕以外とかもなんか笑いながらこれとかやってたりしてた時もあった。そうそうそう、楽しみながらね、うん、できてた、うん、あとドラさんの時って、うん、ほんまに集中力持たないメンバー多いんですよ、うんうん、な、うん、だからみんなもうなんかリハの後半ぐらいになったらもう死んでた、うん、ほんまに。それでもちゃんとやってた、えらい。そう、スレーブのペアいいと思わないみんな、マジのこだわりのこだわりで、うん、ほんまにファンの人が見たいペアを私は、うん、あ、さすが、そう、素晴らしい。作ったんですよ、まあ、安倍前田でやって、もう私ハルリンスが見たかったハルリンスね、でもハルリンスのファンで、そう、でも実は初日ハルリンスやね、うん、エモ、そうやから、うん、でしかもあの辺のポジションやって、おエモだから、そう、めちゃめちゃエモくて、うん、そうペアで、うん、向き合った瞬間のユイナの顔が変わってなくてめっちゃおもろかった。もうほんまに、うん、で、はるかが支配する方が見たかって、はいはいはい、そういうのが上手やから、何それ上手やねん、この人、こういうのやめてください、そういう表情するのが。で、あとはあのシンシンとミカナも見たかってん、ね、そこのなーちゃんみーちゃんです、なーちゃんみーちゃん、なーちゃんみーちゃん、浸透してないかも、え、初めて聞いた、なーちゃんみーちゃん、でも N 公演だね。で、シンシンが支配する方が見たかって、そう、そう、意外、そう、大人やん、やっぱシンシンの方が、うん、だから、ね、逆にしてほしかったよ、うん、あ、でも結構支配されてた支配する方の振りましたけど、めっちゃ悪い、逆に、はい、いや、そうなんですよ、いや、よかった。あとはケイノンね、わ、ケイノンね、いいよね、なんか大人ぶってて、そう、大人ぶってる2人でやらしたかったし、未来ちゃんと原さんも、うん、あの長身でスタイルがいいコンビでさせたかった、うんうんうん、なるほどね、そう、さすが、さすがレイコピーってきた。いや、もう楽しかったわ考えんの、さすがレイコピー、嬉しかった。あ、くしゃみ出そうどうぞ、はい、どうもありがとうございます。タイミングいろいろありがとう。支配されてたおせんせん、わら支配されてたの、おせんせんね、頑張って支配したよ、でもされてた、でも結局はそう、結局されてた。いや、いいよね。ほんでね、ちゃんと理不尽ボールはドラさんメインでやって、うん、そうそうそう、で、まあ、当たり後はロッキーメインでやって、うん、そこもね、そうそうそう、研究生の時もこだわりでやってたから、多分だから今回もね、そここだわってやって、うんうん、であのね、ちょくちょく入る夢色前のね、言葉とか、うんうん、曲振りとかも、うん、あの当時の、まあ、言ったらね、そうそう、流れの段取りのまんま、うん、そう、初日はケイトちゃんが言ってたから、うん、ケイトちゃんにしようと か、 なんかそういうところもめっちゃ考えたね、うんうん、考えた、もうエモさ、ね、そう、うん、エモさを追求して、うん、そうなんですよ、こだわりまくりました、うん、今回。いや、楽しかった、ね、なんかもう寂しいだから、ね、何寂しい、集まれへんね、集まりたい、え、なんか勝手にリハしとく次に向けて、次に向けて、うん、その時ミラコン戻ってきてもらってその時だけね、
寂しい。なんでのやねん。ごめんやん、なんか。なんでのやねん。でも二人とも N やから、 あなたが来てくれれば、うん、だってなかなかさ、そんな何そんな、そんな、なかなかさ、セタサイ出てくれんやろ。もうほんまに出たいから勝手に言っといてください。誰が、誰が言っといて、はるかのセタサイ出してあげて。 誰が誰に向けて言わなあかんの、それは。マジ出たいから言っといてください。ね、それ、うん、もしそれが叶ったら、うん、いつ目配信できる。あ、そう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 、そう、1年配信やっぱやらなあかん、やらないとな、定期的にやらんと忘れられるから。あの公演前に。あ、そう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 、基本的にいつ目配信。あ、終わりはね、あの、終わりはね、うん、うん、そうなのよ、そういうこと前にね、うん、ぜひぜひ、うん、確かにはるかがナンバラ来たらええね。あ、そうや、ほんまや、それが一番ええ、それがあったわ。ちょっとちょっとナンバラ NG 出てる。 NG とかないね。はるかが出たら、うん、もうええや、そうしよう、そうしようか、そうしようか、うん、そうしとこ、怖いよ、そうしとこ、そうしとこ、怖いよ。何も怖くない。何も怖くないよ。黒髪若ぽんの表情気になって仕方なかった。懐かしい、あの落ちサビ。そう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 。え、座ってた、当たってた。いや、立ってた、今日は立ってたんか。立ってたんよ。いやー、そういう、ね、でもそういう楽しみ方もあったもんな、絶対。そうやな、だから、ここのあれがあった。そう、 DMM で、なんかそこ、そういうとこもまた見返して、うんうんうん、見てほしいし、今ね、千秋楽、うん、あのやってるから、うん、ちょっとチンチンとかおらんけど、もうおらんねんけど、ね、なんかそういうのも振り返りながら見てほしいね。え、でも初日も見れる？うん、見れる、見れる。見れるんか？多分。あ、どうやったかな？初日見れる？え、初日じゃなかったか？なんか何個かは見れる。千秋楽やわ。千秋楽だけか、うん。でも初日もリバイバルの方やったら多分見れる。やんな。なるほどね。うわ。そうなんですよ。懐かしい人がいました。懐かしいマネージャーさんです。ファンの人はもう大好きですよ。愛マネージャーです。もうそれでわかるから。わかんの、そうなの。ウィンクの愛マネージャーって言ったら、あ、ウィンクの、ね、もう名前ももう出てくるから多分。あ、でも夢されてましたよね。あ、確かに、うん、あの、なんか撮るんだ。あ、ほらほらほら。今そう、見に来て、ほらほら、やばいやばいやばい。すごい、え、すごい、え、すごい、すごい、見に来てくださいました。こっちも出んの？こっちはわかるけど、うんうん、え、こっちも認知されてますわ。すごい。アイマネージャー。ちょっとあるかもだけ取り残され、取り残されてる、取り残されてます。あ、大好きって来てますよ。あ、来た来た来てる来てる。その説ありがとうございました。すごい。あ、ウィンクちゃんの白色担当って来た。あ、そうや、夢逃げの走るとこ見に来た。ここそこ、そこですか。ここだけおもろ。あと僕以外の僕以外、僕以外見てたんですか。頭からおったで。おばあちゃんからおったで。嬉しい。そして、うわ、これも配信してるよ。これはね、一般人、あ、R の方、いや、O の方、 O の方じゃない、 O の方。え、 R か。待って、一般人やったん。一般人 A です。一般人 A 来ました。 A です。でも何やってんの。待って、分からん。うわ、うわ、アメリカンな写真集。あ、すごい、ちゃんと名前呼ばれてるわ。あれで名前言うてるからな、自分で。自分で名前言うてるから。やば、そう、一般人ある。写真集買ってくれた？え、詰まった。と、あと表紙は見た。あと歌姫も見に来てくれてます。本屋で、うん、本屋で分かってる。そう、声で分かってる。え、声で分かってる。そう、アーティスト、あ、アーティスト A のカービィ、アーティスト A と一般人 R と自由人でございます。レイコのエフェクト見て。髪の毛ありがとうございます。やよ、タワーのテンション。久々や、この
この笑い久しぶり見たい、うわ、やばこれ、てますわ、かわいい、写真集見てくれ、いいね、こういうとこもいいよね、自由だわ、リアクションで、うん、買うかどうかお任せします、皆さんどうかな、やばい、かかってるで、あ、頑張って演技してリアクションしてますおいいねいいね、笑い声懐かしすぎるそれな、うん、やばい、もう大好き、やばい大好き、やばもう、ほらめっちゃ可愛いやん、ね、そうですか、ブナさんロッキー最高、全部は落ちたかの、いいよ別に、あそうなんや、で私社長やん、うわ社長やもん、一度は言ってみたいですよ、かっけー、社長、社長かっけー、お金ください、社長どんな配信それ違うそれ違う社長さん、懐かしい、そうだよね、確かにみんな仲いい、卒業して仲良しよ、ほんま、ドラさんロッキー本当好きやって、私も大好き、マジでドラさんロッキーでよかったわ、いやほんまに、ほんまにありがとう、ほんまにありがとう、みんな出会ってくれてありがとうな、ほんまにサンキュー、にゃ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 、真面目な香り合わせ、 M のキャプテン、 M のキャプテンが踊りました、キャプテン K が、ほんまにサンキュー、 P がキャプテン P が踊ってます、来るのはずっと好きやったから、チャ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 、はい、なんで配信の向こうで踊ってんの、うん、してるよ、みんなさ、自由すぎて配信してると楽しそうで何より楽しいです、楽しませてもらってます、こんな感じやったんかな、夢逃げのショールームの時って、でもやってなくなかった、あやってなかった、何年前に決められた2人が、あそうや、そうや、せやせやせや、私のロッカーの中映るやん、そこいや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 絶対いやいや、はい、いいよ、おバカおバカめっちゃ隠すやん、いつめんでーす、いつめん、いつめんと社長でーす、いつめんでーす、いつめんと社長でーす、おもろい、雰囲気良すぎる、それな、大好き、好きなんです、みんなのことが、ラブラブラブ、え、ちょっと片方やってよ、みんなスクショタイムやで、やったやった、早くちゃんとして、誰に言ってんのみんな、はいはい、はい、みんなこれあげてよツイッターにいつめんって、いつめんで拡散しといて、あ、これで、 ありがとう、うん、ピロピロってきた、ピロピロってきた、あ、ピロピロちゃんです、もういい、ありがとう、スクショタイムできた、みんな、できた、ちゃんと了解ってきてた、了解、連写しました、さすが、いつめ、いつめんはひらがなです、ね、一面はひらがなでございます、皆さん、はい、はい、はい、こっちにも言っといて、はい、一面はひらがなです、はい、こっちにも、こっちにも、はいはいはい、一面はひらがなです、はい、こっちにも、一面はひらがなです、うるさい、うるさいよ、もう、あ、ハッシュタグ一面って書いて、そう、正解、それです、今の写真載せてみてください、はい、はい、お願いします、楽しんでもうてるわ、やな、なんか達成感がすごすぎて、いやほんまになんかもう頭のネジめっちゃ外れてる、今テンション上がっちゃった、そう、上がっちゃった、まあ一個キーがありました、お、何、はるちゃんパワー受け取れなかった、あー、はるちゃんパワー受け取れへんかった、もうあの始まる前に、うん、待って、はるか今日自己紹介2列目って言われて、うん、そうやで、はるちゃんパワー受け取られへんやんってそうやで言ってた、もう最悪最悪です、はるちゃんパワーをそこだけが最悪です、そう、受け取りに来てる、うん、ん、受け取るために N 公演出てるらしいんで、うん、そう、いやー、そう、本当にね、なるほどね、確かに、確かに、ちょっとあのメンバーの盛り上がりが、うん、
足りなかったのは、うん、れいこちゃんがいなかったからかもしれない。そういうことやろ。でも久々に受け取れて嬉しかった。でもはるかもわかぽんの、あの投げちゃうで、で、わーでいけたの楽しかった。でもはるちゃんしか N の人おらんかった。はるかもそうやねん。もういつもと変わらんかったんや。なんかめちゃめちゃ、うん、わ新鮮とか思ってたけど、うん、周り全員 M やったから、うんうん、みんな多分いつも通りなんやなって思いながら。ほんまに楽しかった。そうなんです。最高。ここだけがちょっとどこで悔い残してんの。やらかしたな。ちょっともう一回やらな。ほんまにな。もう一回やんの。もう一回やらな。どうしてもどうあがいても無理やで。もうバードとピークは一緒になられへん。マジ？うん、なられへんの。受け取るのだけしたかった。ごめん、いつめってひらがなやっけ、カタカナやっけ。いつめはひらがなです。いつめはひらがなです。いつめはひらがなです。はい、オッケー。うるさいわ、もうあかんわこれ。そう、アミル、頑張ってますんで、はい、あの曲出しています、はい。どうする？6月13日出ます。 MV 見てね。あ、 MV あります。結局は配信頑張ってます。はい、はい、頑張ってます。今ねミルダムでやってます。頑張ってください。頑張ります。適当、はい、適当な人おる。おい、しんちゃんのスニーカー1個没収。え、うわ、高そうな。それはそのこれめっちゃ可愛い。可愛い、めっちゃ可愛いよな。あ、やばいやばい。いつめんってローマ字やっけ。違う。いつめんはひらがなです。やばい、漢字やった。いつめんはひらがなです。いつめんどうやって漢字でやんの。私夢中ライブ的な。いつめいつめいかつそうぽくないメンバーやし、しかもバイバーイ。ピロピロカレンは帰る時もあの感じなんですね。さすが。楽しかった楽しかった、うん、そろそろ終わりましょう。終わりましょうか。もうこれ多分一生終わらん、うん、そうやね、うん、だから一生喋っちゃうから。そろそろ行きます。13位かえれちゃん、順位読みます。ありがとうございます。13位ヤシパパさん、ありがとうございます。12位ニョロニョロさん、ありがとうございます。11位ムラッチ、ありがとうございます。10位ヤブちゃん、ありがとうございます。9位バタヤンさん、ありがとうございます。8位カラスさん、ありがとうございます。7位キッペさん、ありがとうございます。6位ホーク、ありがとうございます。5位中小原さん、ありがとうございます。4位ニャスさん、ありがとうございます。4位アブちゃん、ありがとうございます。3位佐藤さん、ありがとうございます。2位ヒデさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。もう分からん。ありがとうございます。たまもありがとうございます。騒がしくてすいませんでした。本当にありがとうございました。皆さん、あのアーカイブ配信いっぱいいっぱい見てください。バイバイ。本当にありがとうございました。ありがとうございます。10位やぶちゃん、ありがとうございます。9位バタヤンさん、ありがとうございます。8位カラスさん、ありがとうございます。7位キッペさん、ありがとうございます。6位ホーク、ありがとうございます。5位中小原さん、ありがとうございます。4位ニャスさん、ありがとうございます。4位アブちゃん、ありがとうございます。3位佐藤さん、ありがとうございます。2位ヒデさん、ありがとうございます。2位マスカさん、ありがとうございます。そして1位ステラシーさんです。ありがとうございました。もう分からん。騒がしくてすいませんでした。本当にありがとうございました。皆さん、あのアーカイブ配信いっぱいいっぱい、はい、